はい、海道勝の作品を紹介し、海道勝の作品を紹介します、アート笑い芸術アンドロイドに滝行をさせてみたという作品、これは投資番号14番1234の分類では2のところに分類しております。エレベーターホールですか、あちらの方が作品になります。でここのところも作品となっておりますけれども、まあ、これが、芸術アンドロイドを、作ってみたというような作る制作過程の動画になっております。で実際にはこうした状況ですね、まあ、この滝に、打たれているものがいる、まあ、こうやった展示をするとですね、ここに、自分が来て滝に打たれてますかみたいなようなことをしている鑑賞者の皆様もいらっしゃるんですけれども、まあ、ここのところでその制作過程を見るとどういうこととなっているかというと、まあ、芸術アンドロイドといってもきっと彼自身が演じているんだと思いますが、まあ、一人で、白痴役とアンドロイド役がどうやらいるようです。で、今人工知能の中で話題になっているのは、人工知能は体を持たなくてはならなくて、その体をもとに経験を積ませてあげなければ何も生まれないと。なので体を持ち経験させると、まあ、そしてそれを学習させるというようなことをしない と、次に進めないというようなことをテーマに、逆に、芸術アンドロイド、芸術をするアンドロイドというものを作るということを物語として、でそのアンドロイドに、何らかの、芸術をさせるための、苦行をさせると。でその苦行として、アンドロイドに滝行をさせると、まあ、そういったようなストーリーとなっております。以上です。